球体、数学における球体、球体は、球面の内側の空間全体を言う。それが境界点の全体である球面を全く含む、起、平球体、平球体、全く含まない時、開け球体、階球体、と呼ばれる。これらの概念は三次元ユークリット空間のみならず、より定時、または工事の空間。 あるいはより一般の距離空間において定義することができる。次元の球体は引く、次元、超球体、あるいは短く引く球体と呼ばれ、その境界は引く、次元、超球面、あるいは短く引く球面と呼ばれる。例えば、ユークリッド平面における球体は円盤のことであり、それを囲む境界は円周である。また、三次元ユークリッド空間における球体、 通常の球体は二次元球面。通常の球面によって囲まる体積を占める。ユークリッド幾何学などの文脈において、球体の意味で、しばしば略式的に球と呼ぶ場合がある。球が球面の位である場合もある。次元ユークリッド空間において、中心、半径の階球体とは、からの距離が未満、であるような点全体のなす集合を言う。平球体はからの距離が以下、 であるような点全体のなす集合である。次元ユークリット空間において、任意の球体は超球面の内側、超球体であり、特にの時は誘拐区間の時は円の囲む内側である円盤の時通常の球面の囲む内側である。次元ユークリット空間における半径の引く次元ユークリット超球体の引く次元超体積和で与えられる。ただしは、 オイラーのガンマ関数、階状の非整数引数への拡張とみなされる。整数値または半整数値におけるの明示公式を用いれば、ガンマ関数の値の評価を抜きにして、ユークリッド超級面の体積和で与えられることがわかる。奇数次元の場合の式に現れる二重階状和と定義されるものである。距離空間、すなわち集合に、 距離関数を合わせて考えたものにおいての点を中心とする半径の開き、軽量球体、あるいは和で定義され、平、距離球体、あるいは和で定義される。上記においてとしているので、球体は、開平いずれも、必ず中心の点は、含むことに注意。通例のように、平包みを植え付きの横棒で表すものとすると、お呼びは必ず成り立つが、一方は、 必ずしも成立し、例えば離散距離空間においてとなることが確かめられる。半径の球体、階球体、平球体をそれぞれ単位球体、単位階球体、階単位球体、単位平球体、平単位球体と呼ぶ。距離空間の部分集合が誘拐であるとは、それが適当な球体に全く含まれることを言う。また、全誘拐であるとは任意に与えた半径を、 共通して持つ球体の有限項を用いて必ず被覆できるときに言う。距離空間においてその階級体全体は位相の階級としてその任意の階集合を開け球体の合併に表すことができる。このように得られる位相空間は距離関数の誘導する位相を備えているという。ノルムを備えるノルム線形空間は距離関数を備える距離空間でもある。 このような空間において、任意の球体は単位球体を引く場合に拡縮してだけ平行移動したものになっている。先に述べたユークリッド球体は、ノルム空間における球体の一つの例になっている。数ベクトル空間にを与えたノルム空間において、階球体とはなる集合のことである。特にとして、タクシー距離。 マンハッタン距離に関する球体は対角線が軸と平行な正方形であり、チェビシェフ距離に関する球体は辺が軸と平行な正方形になる。他の値のに対しては列楕円または長楕円になる。同じくの時、引く球体は立体としての対角線が軸と平行となるような八面体であり、引く球体は辺が軸と 平行な立方体に対してはになる。より一般に、この点対称な誘拐と使い集合が与えられたとき、任意の階級体がお適当な大きさの確縮を一様に行って、平行移動したものとなっているような上のノルムを定義することができる。この定理は、回集合を平集合に置き換えると成立しない、実際、原点のみからなる集合は平集合だが、 これはのノルムを定めない。より一般に距離から導かれる位相とは限らない位相を備えた、任意の位相空間においても球体について述べることができる。の部分集合は、それが引く次元ユークリッド、開け、閉球体に同賞となるとき、の引く次元位相、開け、閉球体と呼ばれる。次元位相球体はにおいて、の構成ブロックとして重要である。 任意の引く、次元位相階級体は、数空間に同章であり、また引く、次元単位階調立法体にも同章である。同様に、任意の引く、次元位相平級体は引く、次元単位平調立法体に同章である。次元級体が引く、次元級体と同章となる必要十分条件はとなることである。次元階級体ととの間の同章写像は、 の取り得る二つの位相的向きとして理解することができる二つの類に類別することが出る。次元位相球体は滑らかでなくとも良いが、滑らかとなる場合は引く次元ユークリッド球体と微分動相でなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。